衆議院選挙の投開票まで1週間を切りました。選挙期間中唯一の日曜日となった昨日、新潟4区に立候補した3人の候補は代表殿の長岡市を回って支持を訴えました。新潟4区に立候補しているのは、届け出順に無所属の前職泉田裕彦さん、自民党の前職鷲尾栄一郎さん、立憲民主党の前職米山隆一さんの3人です。昨日長岡駅前で街頭演説をしたのは、無所属の前職泉田裕彦さん。少子化の問題、高齢化の問題、そしてですね、教育の問題、格差の問題、防災の問題もあります。その中でですね、泉田でなければできない政策課題っていうのもあるんです。その後は長岡市の住宅街で街頭演説。お金で変わる政治か、国民の声で動く政治がいいのかを訴えました。どうもありがとうございます。出てきました。ありがとうございます。前に応援できて嬉しかったです。ありがとうございます。まずは一回りですね、しっかりとお話をさせていただいて、次のステップ進みたいなと思います。政治への信頼をですね、ぜひ取り戻すために泉田を使っていただきたい。自民党の前職鷲尾栄一郎さんも昨日は長岡駅前で演説。この人が応援に駆けつけました。県知事の花積でございます。いや勢いありますね。エネルギーを感じますよ。政治の本質は生活であります。皆さんの地域づくりのパートナーとして誰を選ぶかということを最も大きな重要な争点として、ぜひ皆さんには私を選んでいただきたい。選挙戦唯一の日曜日は街頭での訴えに重きを置いた鷲尾さん。自転車で長岡市内を回りました。後半戦は馴染みの薄い長岡や小千谷などを中心に訴えを広げる考えです。それは政治と金の問題もそうでありますし、あるいは地域の活性化ですよね。やっぱりそれをやるのは私しかいないということをしっかりと訴えていきたいと思います。立憲民主党の前職米山隆一さんは昨日長岡駅前で柏崎刈羽原発の再稼働の是非について問いかけました。自民党政権がいやもう原発再稼働を前のめり絶対するぞって言い出したら、何にも検証終わってないのにバッツンって検証終わらせて、だから知り切れと思うのはもんじゃありません。今後のお尻を切ったって話。新たに選挙区となった長岡市中之島地域の祭りにも参加しました。マイクを握った演説などはせず、有権者との交流に時間を費やした米山さん。代表殿の長岡市でさらなる知名度アップを狙います。いい手応えだと思ってます。でもやっぱり物価高っていうのは本当に皆さんの生活を苦しめてますので、物価高を止めるという経済政策の転換をというふうに訴えていきたいと思います。